京都市ハサップ食の安全宣言講習会を始めますこの講習会の目的は、h a ップ p に沿った衛生管理を行っていただく食品等事業者が、食品衛生に関する新たな知見について習得いただくことです。なお、京都市 h a ップ p 食の安全宣言について届け出をされる方は、この講習会の合間にパスワードを発表していきますので、メモのご準備をお願いします。 募集内容についてですが、まず食中毒の発生状況や事例、予防方法について説明します。次に、a サッ p に沿った衛生管理を適切に行っていただくため、取り組んでいただくことをご説明し、計画の継続的な実行と記録、そして記録の定期的な振り返りと計画の見直しについてお話しします。 最初のテーマに入る前に、パスワードの一文字目を発表します。パスワード一文字目は、リです。それでは食中毒について説明します。まずはじめに、全国の食中毒発生状況についてです。令和5年の食中毒発生数は、事件数1021件、患者数は11803名、 そのうち死者数は4名でした。死者の内訳は、その他ウイルス、病原性大腸菌、サルモネラ属菌、植物性自然毒によるものが1件ずつです。なお、植物性自然毒による死亡例は過去にもたびたび起こっています。こちらは病院物質別の食中毒事件数です。 令和5年で一番事件数が多かったのはアニサキスでした。次いでカンピロバクター、ノロウイルスの順になっています。近年ではこの3つの病院物質が食中毒事件の多くを占めています。イカ、植物性自然毒、ウェルシュ菌、サルモネラ属菌と続きます。こちらは病院物質別の患者数です。 事件数が一番多かったのはアニサキスでしたが、患者数ではノロウイルスが1位でした。次いでカンピロバクター、ウエルシュ属菌、サルモネラ属菌の順番になっています。ノロウイルスやウエルシュ菌は事件数1件あたりの患者数が多いのが特徴です。以下、アニサキス、ブドウ球菌の順番になっています。アニサキスは事件数は一番多いのですが、 一件あたりの患者数は少ないため患者数全体としてはそれほど多くありません。次にこのグラフは全国の食中毒の事件数と患者数の推移を表したものです。棒グラフが事件数、折れ線グラフが患者数になります。令和4年度までは新型コロナウイルス感染症予防のため会食制限があったことから、 食中毒件数も減少しておりましたが、令和5年はコロナ禍前の水準に戻っています。しかし、事件数は1000件程度で下げ止まり傾向にあると言われています。次に、京都市における食中毒発生状況についてです。令和5年度、令和6年3月21日時点における食中毒発生事件数は全部で10件。 患者数は151名でした。カンピロバクター、ノロウイルスによる食中毒の発生が4件ずつあり、ついでアニサキスによる食中毒の発生が2件ありました。今年度は5月から新型コロナウイルス感染症による制限がなくなったことから、令和3年、4年度と比較しても外食の機会が増えたこと、 手洗いやアルコール消毒などの衛生に対する意識が少し薄れてきたことから、食中毒事件の件数が増加したと考えられます。次に、ノロウイルスによる食中毒と対策について、京都市で発生した事例をもとに説明します。会社の従業員食堂を利用した事業所職員80人以上が、下痢や嘔吐などの症状を訴えていると届け出があり、 保健所が調査したところ、患者19名と調理従事者5名から、ノロウイルスが検出された事例です。原因としては、調理従事者がノロウイルスに感染していても症状が出ない方、健康保険者であったため、感染に気づかず手洗いが不十分で食品を汚染してしまったことが考えられます。また、ノロウイルスに感染していれば、症状が出ない方でも手洗いが不十分であれば、 食中毒を引き起こすという認識が不十分であったことも原因の一つでした。対策としては手洗いを十分に行い、使い捨て手袋を着用する、調理従事者の体調を把握する、定期的に保健検査を実施し、健康保険者を把握する、食品の十分な加熱を行うことが挙げられます。それでは具体的に、どういうふうに手洗いをしたらいいのか、 衛生的な手洗いについてご説明させていただきます。まず、流水で手を洗ってから石鹸を手に取ります。そして、手のひら、手の甲、指の間、親指とその付け根を洗います。次に、指先、手首を洗って、その後、十分な流水で洗い流します。ここまでの作業を大体30秒ぐらいで行ってください。 1>, 1回の手洗いに多くの時間をかけるよりも短時間の手洗いを2回する方が効果的と言われてますので1回あたり30秒くらいを目安にしてこの作業を2回繰り返すようにしてくださいこういった正しい手洗い方法衛生的な手洗いをしていただくとほとんどの細菌を洗い流すことができますそして洗浄後に使い捨てのペーパータオルで手を拭き アルコールなどの消毒液を使用すれば、ほぼ万全な状態になります。手洗いをしていただきたい主なタイミングは、作業前、トイレの後、生肉、生魚を触った後、加熱工程のない食品に触れる前などです。お伝えさせていただいた衛生的な手洗い方法を意識し、手洗いをしていただくようにお願いします。 次のテーマを説明する前に、二つ目のパスワードを発表します。パスワード二文字目は、すです。それでは、ハサップに沿った衛生管理について説明します。食品衛生法が改正され、原則として、すべての食品等事業者は、施設内外の清潔保持等の一般的な衛生管理に加え、 ハサップに沿った衛生管理を行うことが、令和3年6月1日から義務化されました。従来方式での製造は、最終製品の一部を出荷前に抜き取り、検査を行うことで、その他の同一ロット製品についても、同じく安全であると推測していました。一部製品だけの検査のため、出荷後に違反等が発覚する可能性があります。 違反等が発覚した際は原因究明に時間を要することが多く不備のある商品が膨大になることが考えられました。一方ハサップ方式での製造は原材料の入荷から製品の出荷まで各工程ごとに微生物による汚染や異物混入などの機会を予測した上で機害の発生を防ぐ方法を決めます。 その中で特に重要な工程を重要管理点として継続的に監視・記録を行います。継続的に監視・記録を実施することで基準の逸脱があった場合はすぐにフィードバックをして問題のある製品の出荷を未然に防ぐことが可能となります。また、監視結果の記録を確認することで 不備があった際の原因究明も容易にすることができます。スタップに沿った衛生管理について求められることは3つです。まず1つ目は、営業施設における取り扱う食品の特性に応じて、これまで実施してきた衛生管理をもとに衛生管理計画を作ること。2つ目は、作成した衛生管理計画通りに実施すること。 三つ目は実施したことを記録に残すことです。それでは一つ目のステップから確認してみましょう。衛生管理計画を作成することで、施設の衛生管理を客観的に確認することができ、従業員の作業手順を平準化することができます。作成する項目ごとに、なぜ管理が必要なのかを理解し、いつ、どのように管理を行い、 問題があったときにどうするのかを文書化したものが衛生管理計画になります。衛生管理計画を作成する際に、厚生労働省のホームページに掲載されている各業界団体が作成した手引き書や、京都市が作成している h a c c p に沿った衛生管理の導入方法動画を参考にしてください。 示している二次元コードからもご確認いただけます。次に衛生管理計画の実行です。衛生管理計画を作成した後は決めた手順通りに実行しましょう。計画を手順通りに実行するには従業員の教育訓練が重要になります。作成者や現場の責任者だけが実行していても意味がありません。 計画が現場にも浸透するために教育訓練を繰り返し責任者が現場のチェックを行うようにしてください。計画通りに作業していくうちに変更や改善点が見つかればその都度修正するようにしましょう。次に適正な記録の管理です。記録の対象は衛生管理計画に定めた内容について 実施した内容の記録になります。記録は信頼性が重要であり、消えないボールペンの使用しか認めないなど、改ざんできないルールを決めておくことが大切です。また、不備があった際は記録し、対応内容も記録しておくことで、時間が経過した後に問題が発生した場合でも、適切に対応することができます。記録は時間があるときに、 まとめてするのではなく、その都度記録を行うようにしましょう。次のテーマを説明する前に、3つ目のパスワードを発表します。パスワード3文字目は、こです。それでは、計画の継続的な実行と記録について説明します。衛生管理計画に定めた内容について、 実施した内容の記録はなぜ必要なのでしょうか記録をすることで作業が適正に行われたことの証拠になるとともに確実に作業を行うようになります。また、食中毒を含む優償苦情や異物混入等の届出の多くは製造日当日ではなく後日に発生します。衛生管理の実施記録を確認することで原因追求ができ、 回収が必要であれば、回収対象を容易に決定することができます。記録をつけないことは作業をしなかったことと同じです。ハザップに沿った衛生管理を継続して実施すると、食中毒や異物混入の未然防止、現場を含めた従業員の衛生意識の向上、生産効率が向上するという様々なメリットがあります。 記録の漏れをなくすために、記録する担当者、タイミング、確認者をあらかじめ決めておくようにしましょう。記録を正確に残すことで、自身の店舗の衛生管理について自信を持って説明することができます。次のテーマを説明する前に、4つ目のパスワードを発表します。パスワード4文字目は、みです。 それでは、記録の定期的な振り返りと計画の見直しについて説明します。記録の定期的な振り返りと計画の見直しについてです。記録を振り返ることにより、業務の改善点が見えてきます。こちらに示しているのはあくまで例ですが、原料保管庫の異常を確認した際、害虫の発見が続いていることを記録で確認することにより、害虫防除の 実施月の変更を検討することが可能となります。衛生管理計画は作成したら終わりではなく、実行した後の振り返りと見直しを繰り返すことが大切です。P はプラン、計画で、衛生管理計画の作成。D はドゥ、実行で、作成した計画に沿って実行し、その記録を残します。C はチェック、評価することで、 実施記録を定期的に振り返ります。A はアクション、改善で、振り返りの結果、必要に応じて計画を見直し改善します。これらを繰り返すことを PDCA サイクルといい、PDCA サイクルを回して定期的に更新することで、それぞれの施設に合った良い計画に成長させることができます。最後に、 京都市ハサップ食の安全宣言についてです。届け出いただける対象は京都市内の食品関連事業者で、ハサップに取り組むすべての事業者が対象になります。届け出に必要な書類は施設の衛生管理計画と、おおむね2週間程度の計画実施記録の写しです。なお、この動画内で発表しましたパスワードが届け出に必要となります。 原則、オンラインによる届出となりますので、専用フォームから必要事項を入力し、届出をお願いします。届出いただいた際のメリットとしまして、京都市情報館、京都市のホームページにおいて施設情報が掲載されます。また、ハサップに沿った衛生管理に積極的に取り組んでいることを取引先に明示することができます。安全宣言のロゴやステッカーを使用することが可能です。 皆様からの積極的な届け出をぜひお待ちしております。ハサップに沿った衛生管理の実施や、京都市ハサップ食の安全宣言については、施設がある行政区を担当する医療衛生センターにお問い合わせください。ご視聴いただきありがとうございました。